どうも、高井です。疲れる前に一回で読み切る読書の哲学。私自身、読書動画をネット上にアップするまでっていうのは、本を読むときに、途中まで読んでいて疲れたなと思ったら、そこにしおりを入れて、本題に戻す。で、またしおりのあるところから、しおりを外して、で、読んでいて疲れたら、そこにまたしおりを入れて、本題に戻すってことを繰り返して読んでいってました。ところが、この方法が今からもっと効率悪かったなと思うんですね。今やってる読書の方法って言ったら、読み進めて1ページ目からパラパラパラーって読み進めていって、で、ここ、もう疲れた。で、今だったらしおりを入れてたんですけど、そこからしおりを入れずにパラパラパラーってめくるだけ。で、めくり切ったら本題に戻す。また気になった時本を手に取って、1ページ目から読み進めていって、また疲れたなと思ったらそこからパラパラパラーってめくってめくり切るだけ。おそらくこういう方法をしてるってことを知ったら、あなた自身はそんな方法で本って本当に読めてんの？ちょっと聞かせてみ？って思うかもしれませんけど、私自身はこの方法に切り替えてから結構アウトプットして時間が経つんですけど、かなり質のいいものをアウトプットできるようになったんじゃないかなって思ってるんですよね。実際読書動画をアウトプットするようになってからこの方法をやってるんですけど、心が折れにくくはなってるんですよね。これで重要じゃないですか。疲れたらもうこの本読みたくないってポイってもう二度と読まねえよって思うよりかは、読み切って、じゃあ次も読もう、読み切って次も読もうっていう意思があるので、あなた自身もこの方法で やり始めたら、おそらくね、今までよりかはるかに効率よく本を読めるようになると思います。ぜひとも、あなた自身も実践してみてください。チャンネル登録者が一人増えるだけでも助かります。登録お願いします。それでは。